はい、どうもこんにちは、大黒住まいの中西です。今日はですね、保証人って誰でもなれるのかっていうのをテーマにして、お話ししていきたいと思います。賃貸マンションを借りるにおいて、保証人っていうのは連帯保証人のことを指すんですけども、まあ、省略して、保証人って言いますので、今回ちょっと保証人というふうに言ってます。また連帯保証人と保証人の違いに関してはまた詳しく、また後日の動画で上げさせてもらおうと思うんですけども、とりあえず今回は保証人というふうに一括りにさせてもらってます。まあ、簡単にね、保証人さんって何かって説明すると、まあ、家賃がね、滞納とかあった場合とかに、まあ立て替えて払ったりするような人ですよね。まあ、他にも責任はいろいろあるんですけども、まあ、メインではそこですね。だからまあ基本的にはなりたくないですよね。だから保証人さんつけたくないっていうようなお客さんも結構いらっしゃったりするんですけども、やっぱりね、まだ未だに保証人さんつけてほしいっていうオーナーさんや管理会社さんって多いので、まあ、じゃあ保証人さん、逆にどんな人つければいいのっていう質問が出てくると思うので、なので今回はこのような動画を撮影させていただきます。ちなみに保証人さんなしの物件、結構増えてきたと言われてるんですけども、ちょっとねいろいろ調べてみたんですけども、例えばこの弊社が営業している大阪市の浪速区っていうところで保証人さんが、いらない物件ちょっと調べてみたんですけども、正確なね、調査したデータっていうのが、調べたんですけどなくて、スーマの、掲載物件でちょっと絞ってみたんですけども、まず浪速区、弊社が営業しているこの浪速区やったら、今日現在ですね、今日12月の27日なんですけども、今の時点で掲載されている物件が 35,262 件あったんですよね。で、そのうち保証人さんなしっていうふうにクリックしたら絞られて物件数が4455件まで減ったんですよね。パーセントに直すと約 12% ですね。全体の 12% が保証人さんなしで契約できると。逆に言えば 88% ですね。全体の 88% は保証人さんが必要っていうふうな計算になるわけですね。これね、あくまで数まで、検索した結果なんで、これが全てに当てはまるっていうわけじゃないですし、大阪と東京でも違うでしょうし、同じ大阪でも市内と、ちょっとね、市外でも違うと思うので、だからこれはあくまで参考にしてほしいんですけど、でもやっぱりまだまだ保証人さん欲しいっていうオーナーさんや管理会社さんが多いのかなというのは、これで読み取れるかなとは思うんですね。じゃあ、具体的にね、どんな、保証人さんをつけていくかと。まずね、上から説明していくと、基本は身内の方で、保証人さんになってほしいと言われます。で、まあ他人でもいいんですけども、まあ、会社の上司とか、まあ、お友達とかですね、別にそういう方でも保証人さん大丈夫ですよって言ってくれるオーナーや管理会社も結構最近増えてきてるんですけども、保証人さんになっていただいたとしても、その後ね、関係が悪化して、やっぱりね、何かトラブルがあった時に、家賃とか立て替えて払いたくないっていうような、保証人さんはやっぱ少なくないので、だから管理会社やオーナーさんとしては、基本的にはご身内の方でお願いしますと言ってきます。まあ、これによってね、やっぱり審査も、通りやすい通りにくいっていうのが決まってくるので、基本的にはやっぱ身内がいいですね。じゃあ、この身内っていうのは、どれぐらいの距離感なのかっていうと、まあ、三親等以内ですよね。じゃあこの三親等以内で、何かっていうのをちょっとこう右の図で、説明させてもらいたいんですけども、まあ、自分が、ここにいたとして、まあ、本人ですよね。じゃあ、まあ例えばお父さんお母さんっていうのは、一親等ですね。で、兄弟ってなるとそこからこう下るので二親等ですね。で、おじいちゃんおばあちゃんとかもそうです、二親等ですね。親からさらにもう一回親に行くので二親等で、おじさんとかは今度2個上がって1個下がるので三親等ですね。どれだけね、その関係までの距離があるかっていうのを、この何親等っていうので表してるんですけども、だから今回で三親等で言うとこの、上の方に登っていくとおじさんとかですね、おじさんは三親等に当たります。あとはね、例えば、まあ兄弟がいる場合は先ほど言ったようにこう、一親等二親等二親等になるので、その二親等の兄弟の、子供ですね、まあ甥っ子とか姪っ子とかに当たるような、関係ですね。そこも、距離感で言うと三親等になりますね。あとはね、まあ、自分の子供とかはもちろん一親等ですし、お孫さんとかだったら二親等。まあ、あんまりね、お孫さんに保証人さんになってもらうっていうような、ケースはないと思うので、あんまり下は書いてないんですけども、まあ、一応距離感で言うと、このような距離感。まあ、一番よくあるので言うと、まあ、おじさん、おばさんとかですかね。ここぐらいまではギリギリこう、身内と、一般的に保証人の中で身内と言われる範囲かなと思います。次ですね、まあ、収入がないと、保証人になれない。まあ、これ考えてみたら、当たり前と思われるかわかんないんですけども、まあ、やっぱりね、無職の方とかは保証人さんに基本的になれないです。ただ例外がありまして、まあ、収入がないとって僕ここに書かせてもらってるんですけども、逆を返すと収入があればいいんですよね。
じゃあ、働いてなくて収入がある人、どんな人かっていうと、例えば年金受給者ですよね。あとは、お部屋をこう貸してるオーナーさんとか、オーナー業とかやってらっしゃる方やったら、特に働いてないけど、まあ、家賃収入があると。収入があるので安心と。まあ、だから、年金とか、そういった家賃収入とかね、そういう不労所得ですね。そういったのがあれば、まあ、それでも、一応保証人さんにはなれますよと。で、次ですね。夫婦で、保証人になれない場合があると伺わせてもらってるんですけども、これちょっとどういう場合かっていうと、まあ、例えばね、ご主人さんだけ、まあ、大阪の方に、転勤で、まあ、ちょっと単身赴任すると、こっちで一人暮らしして、まあ、ちょっと家族は東京にいているという状況ですね。まあ、そういった場合に、ご主人さんがお部屋を借りる契約者になるっていうことが、多いんですけども、まあ、その場合に保証人さんをね、誰かに頼むっていうのは頼みにくいっていうことで、もう夫婦間で、完結したいなと。だから、契約者さんはご主人さん、奥さんが保証人さんになりたいっていうふうに、よく言われるんですけども、これが OK なマンションとダメなマンション分かれるんですよね。これなんでかっていうと、まあ、夫婦間だとね、基本的に財産を共有してる、という考え方になるので、ご主人さんが家賃を仮に払えなかった場合は、まあ、当然奥さんも払えないだろうと、そういうふうに考える、オーナーとか管理会社、もしくは、審査会社がいらっしゃるので、まあ、だから、この関係では保証人になれませんよと。まあ、逆の場合もそうですね。奥さんが契約者で、ご主人さんが保証人さん、そういうふうになれないよっていうようなマンションもあります。もちろんなれるマンションもあるので、これは物件ごとに変わってくるので、まあ、その時不動産屋さんにちゃんと確認した方がいいですね。次ですね、未成年者は保証人になれないと。まあ、これね、まあ、当たり前なんですけども、やっぱり、ね、責任が取れないので、まあ、保証人さんには基本的になれません。次ですね、次は高齢者は保証人になれない場合があると。まあね、さっきね、年金でも、年金受給者でも保証人さんになれるって言ってたんで、まあ、多少ね、ちょっと矛盾を感じられる方いらっしゃるかもわからないんですけども、この高齢者っていうのが結構曖昧で、マンションによっては65歳以上の年齢の方は保証人さんになれないとか、70歳からダメですよ。75歳からダメですとか、あとは特に年齢制限ありませんとか、マンションによって結構規定がバラバラです。それはオーナーさんの意向もあったり、管理会社の意向もあったり、あとはその審査会社の意向もあったりするので、まあ、どこかがね、そういうような基準を設けて、まあ、審査している場合があるので、まあ、ちょっと一概に言えないんですけども、まあ、感覚的に言うと、65歳以上の高齢者になってくると、保証人さんになれない可能性が出てくるので、それも物件ごとにちょっと違うので、その不動産の担当の方に要確認ですね。次ですね、次は、まあ、国内に住んでる必要があるというふうに書かせてもらってます。まあ、例えばね、まあ、お兄さんに保証人さんになってもらおうと思って、お願いしようと思ったけども、お兄さん今お仕事で、アメリカに住んでると。そのような場合は、ちょっと保証人さんになれないですよね。まあ、これなぜかというとね、やっぱりね、海外に住んでらっしゃると、まあ、もちろん時差もありますから、連絡も取りにくいですし、やっぱりそもそも距離が遠いので、まあ、いろんなことがあった時に、まあ、対応しづらいと。まあ、そういった観点から、まあ、ちょっとね、国内に住んでる必要があると。これはもうどこのオーナーや保証会社でもこれは一致しているので、これは間違いないかなと思います。はい、今日はですね、まあ、保証人さんって誰でもなれるのかっていうのをご説明させていただいたんですけども、このチャンネルではですね、他にもお部屋探しをする上でちょっとわからないなっていうことがあると思うんですね。そういったのをこういうふうに動画で解説させていただいたりとか、あとはね、実際にお部屋に行ってみないとわからないこととかは、実際にお部屋に行って動画を撮影させていただいたりもしてますので、また他の動画も見ていただけると幸いです。また動画がいいなと思ったら、高評価ボタンを押していただいたりとか、チャンネル登録していただけると幸いです。また弊社が大阪市内で営業させていただいてるんですけども、またそのあたりでお部屋探しされてらっしゃる方がいましたら、ぜひ弊社にお問い合わせいただけると幸いです。ありがとうございました。